practice. I think I'm ready to play this game again. I'm ready to Hakuoki and Kiba. ポセイドンとの戦いが終わり、平和が訪れたかと思われた地上世界。だが、新たな、そして真の危機が訪れようとしていた。ついにこの時が来たか。243年間、わしはこの五老峰の大滝の前に座したまま、一歩も動かず監視し続けたが、それももう終わりのようじゃ。ここから西へ1000キロの彼方の秘境、そこには全聖戦においてアテナが邪悪を封じ込めた巨塔がそびえ立っている。だがそのアテナの封印ももはや効力を失う時が来たのじゃ。今こそその封印は解ける。そして冥王ハーデス率いる108の魔聖が闇の底からよみがえる。この地上を暗闇と恐怖によって支配するために。だがアテナを守るセイントがいる限り、ハーデスたちの思い通りには決してさせん。新たなる聖戦が今再び始まるのじゃ。 I feel like they died, but somehow they came back to life. Can I watch the anime and see how that worked out? Works out. 死の国の戦士。非常事態が発令され、守りを固めるサンクチュアリに奇怪な現象が起こっていた。異霊地に眠るセイントたちの墓が内側から崩したように荒らされ、兵士たちが亡霊のような敵に襲われたのである。そして第一の宮、白陽宮を守るゴールドセイントヌーの前に、泥布をまとった謎の男が現れたのだった。幾重にも張り巡らせた結界を越え、この十二宮の入り口まで忍び込むとは、まさしく老子の恐れられていた通りの事態になったよ。そこで止まりなさい。それ以上進むとあなたの命の保証はできません。見忘れたのか、うん、この私の顔を。何？あなたは？ムーよ、お前に命令する。12時間以内にアテナの首をここへ持ってくるのだ。いかにあなた様のご命令といえど、それだけは。バカめ、このお方に従わぬことがどれほどの罪悪かよく分かっていよう。そうだぞ、ムーよ。何？お前たち、キャンサーのデスマスク、ディスケスのアフロディーテ、いまだに成仏できず、死霊となってさまよい出たか。死霊ではない。俺たちは冥王ハーデス様に忠誠を誓い、新たなる命を与えられたのだ。さあムー、そこをどけ。もはやお前では話にならん。アテナの首は俺たちが取ってきてくれるわ。どかぬというのなら力ずくで従わせるのみよ。仕方があるまい、やる。
Yeah, this time around, I'm probably not going to focus too much on challenges. ゴールド戦記の使命は、なんとにも砕けぬ君ごときの技。このアフロディーテが粉砕してくれる。ラウンド1、はい。ロイヤル。なぜお前がゴールドクロスをまとっているのか。宝石のように黒く光り輝く感じは、これこそいわば死の国の黒。さあプリンス、レイオハーデス様に忠実なる死の国の戦士、スペクターの証よ。命と引き換えにハーデスの倉庫になり、アテナのお命まで狙いに来ると。それでもかつてはアテナのセインとか。恥を知れ、黙れ。この世でぬくぬくと生を貪っているお前に、死の世界の恐怖は分からない。くらいなさい。これからですよ。ただこれもリュウト。私のバラを受けてみるか。ヌーよ。やるじゃないか。ラウンド2、はい。ダニアンドーズ。やるじゃないか。そこをどけ、ムーよ。お前はあのお方に逆らうつもりか。あのお方に逆らうことなど死には決してできはしない。だが何、お前どこまで勝手が通ると思っているのか。ロイヤルデモンドー。覚悟はできましたか。いい加減にせぬか、ムーよ。この二人は私に従ってきたのだ。お前のしていることは全て私への反逆になるのだ。クリスタル。ウィノ。さあ舞い戻れ死の国へ。ゴールドセイントの名に恥じぬ戦いができたようです。その二人に剣を向けることは私自身に向けることだと思え。さあいい加減にそこをどけ、ムー。この白妖球を敵から守るのがアリエスのムーの使命。たとえ殺されたとしても通すわけにはいかん。ならば望み通り殺してくれるわ。死ね。待て。せい、ムー、どうしたんだよ一体。デスマスク、アフロディーテ、これは夢か。それともこいつらは幽霊なのか。ムー。幽霊ではありません。冥王ファーデスの戦士、スペクターとして蘇ったのです。ファーデスのスペクター。ハーデスこそアテナを倒すべき真実の敵。ハーデスの新たなる聖戦のために、アテナは私たちセイントこの時代に生を受け、サンクチュアリに集ったのです。だからポセイドンが復活した時もゴールドセイントたちはサンクチュアリから動かなかったのか。だったらムー、俺も戦うぜ。それは無用です。今すぐ帰りなさい。
ここはもはや君のようなブロンズセイントの来るところではありません。立ち去るなければアテナの名のもとに死を与えます。死？これはアテナのご意志なのです。嘘だ、俺たちはアテナのセイントなんだぜ。ムー、これは何かの間違いだ。サオリさんにアテナに会わせてくれ。いやかましい、お前たちはもう用済みなんだよ。さあ早く消えろ、ブロンズのクソガキめ。消えるのはお前の方だ。やってやるぜ、来い、デスマスク。It's like the only character I now play as. I don't remember his buttons. Stick to the basics. Koi! Death Mask! Honto no kani mitai ni abuku fuku made yatte yaru! Hayaku kiero, bronze no kuso ga kimi! Round 1! Fight! なんだそのボロクロスは。ムーに修復もしてもらえんとは哀れなやつ。そんなボロクロスでこの俺様に勝てると思っているのか。お前を倒すのにクロスなんか関係ない。くそ、ものすごく頭にきてるんだ。やってやってやりまくってやるぜ。ドランコチェインストロップがさせていい。まったくそんな生意気なガキどもだぜ。高め、うん、過ぎたかな。とどめだ、デスマスク。どうして俺に攻撃を。言ったはずです、早々に立ち去らねば死を与えると。俺はもうアテナのセイントとして用済みなのか。セイヤ、安らかに眠りなさい。いいですね。待て、ムー。スターライトエクスティンクション。消えた。
テイヤの体が。ムーよ、スターライトエクスティンクション、相変わらずの恐ろしさよ。だが私の目までごまかすことはできぬ。ペガサスをどこへ飛ばした？どことおっしゃられた？死の国以外に行く先はありません。まあよかろう、たかがブロンズの子供一人。デスマスクにアフロディーテよ、アテナの首を取ってまいれ。言ったはずです。この白妖球を死んでも守るのが私の使命だと。この二人を通すわけにはいかない。なんだと？See, that's what I mean. It's one thing I don't like about the game. I like the fighting and everything, but I hate fighting them more than once. Really annoying. このムー自らが引導を渡す。山などに死の世界。ラウンドワン、ファイト。まだ分からぬのか。この者たちに剣を向けるということは私への反逆になるということが。これがあなたへの反逆というこの思い。死をもって償いましょう。です、です、まアフロディーテ、お前たちだけは絶対に許さん。許さんだと？どう許さんというのだ。ムー、聖地欲望のためにハーデス忠誠を誓い、を狙うとは言語道断。私の手で冥界に送り返す。あまりかけ大門の引き口だ。常に優雅な微笑みを絶やさなかったムーンが初めて牙を抜くのか。死ねえ。赤色冥界派。のお前をこれ以上この食欲にとどめておけるものか。このサーライトエクスティンクション運動を渡してくれる。これがアリエスの運動を切ってことだ。死ねえ。赤色なかなかやります。これ以上はやめろ。まだあのお二人許していただけるぞ。メーカーによみがえるし汚れた魂。マイモノ死の国へ。これからですよ。死ね。
死の国へ。私もまだまだ未熟です。さあお前、まいり死の国へ。スターライトエクスティンクション。デスマスクにアフロディーテ、お前たちの肉体は完全に消滅し、死の国へ逆戻りし、ゴールド戦記の誇りを忘れ、アテナのお命を狙ったムークイ、もう二度と、このムーリオ、愚かなのはむしろお前の方だぞ。その二人を消したところで、戦いが終わるわけではない。むしろお前にとって辛いことになっていくのがわからんのか。お言葉ですが、それでも引くわけにはいきません。ハーデス軍、108人のスペクター全て片付けるまでは。108人のスペクターのことではない。アテナの首を取りに来たのはデスマスクとアフロディーテだけではないのだぞ。なんですって。掃除球の守護者。アテナの首を取るべくサンクチュアリを進むサガたちは、スペクターと壮絶な相打ちを遂げたアルデバランの横を通り抜け、金融宮を抜けて第三の宮、掃除宮にたどり着いた。かつての主サガが姿を消して以来、長らく無人となっていたはずの掃除宮。そこでサガたちは謎のセイントに行く手を阻まれる。ジェミニのゴールドクロスをまとうセイントの正体に気づいたサガは、カミューとシュラを先に行かせて1対1で対峙するのだった。神の罰を受け、とっくに死んだかと思っていたが、神の罰を受けたのはお前の方ではないのか。さあ、アテナも殺し、サンクチュアリを乗っ取るという大切な野望に敗れたお前は、天罰を受け、自ら死を選ぶに至った。それが今までこうしてハーデスの倉庫で、スペクターの先陣に立ってアテナのお命を狙いにやってくる。さらに、やはりお前という男は真の悪そのものだと。お前、この悪をこの私に植え付けたのはどこのどいつだ。しかもお前はかつてこのサガをアテナ死ぬほど憎み続けていた男のはず。そのお前がなぜジェミニのゴールドクロスをまとい、この掃除球を守っている。一体誰の許しを得たのか。マスクを取って答えよ、我が弟。